ウクライナの東部ドンバス地方ルハンシク州の新ロシア派武装勢力がルガンスク人民共和国として支配している地域において、ウクライナ軍による高機動ロケット砲システムハイマースの攻撃によって、6人が死亡して10人が負傷したと主張したみたい。ルガンスク共和国の共同管理調整センター JCCC が、20日から21日にかけてリシチャンスクのほか、ブリアンカ、トロイツケ、ルビズネ、ジェルボニプラポルの集落が攻撃を受けたとしているな。その攻撃はウクライナがアメリカから供与されているハイマースによるものであると主張しているみたいだね。らしいな。死者のうち5人はチェルボニプラポル緊急事態当局の職員だとしているぜ。うんうん。さて今回は、ルガンスク共和国の支配下である地域において、ハイマースによる攻撃で6人死亡したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。新ロシア派勢力が、ウクライナ軍による攻撃を受けたとしてこれらのことを明らかにした意図は不明だけど、西側のメディアでは、ロシア軍がウクライナ軍の反転攻勢以来、その勢いに押されているために、少しでもウクライナ軍とウクライナ国民の戦意を削ぐために、ハイマースによって民間人が死んでいると主張しているだけとの見方を示しているよ。先に挙げた複数の集落はいずれも7月に制圧されたリシチャンシクの周辺にあり、同じく6月末に制圧された。リシチャンシクとはドネツ川を挟んだ対岸にあるセベロドネツクの奪還に向けて、東部戦線のウクライナ軍が活発に行動していることがわかるよね。10月1日にドネツク州の要衝であるリマンを奪還したウクライナ軍は、さらに東方のルハンシク州クレミンナへの攻撃を強化していて、10月20日にはクレミンナの東にあるスタラクラスヤンカ付近で、ロシア軍の車列がウクライナ軍のミサイルによる攻撃を受けている動画が SNS などに投稿され、このことを報じた CNN が撮影位置を特定した上で、動画が本物であることを確認したんだ。この動画はドローンで撮影されたとみられ、クレミンナから東へ向かうロシア軍の5台の軍用車両が複数の映像で撮影されているぜ。ロシア軍の車列はスタラクラスヤンカ付近で停止してきた道を引き返してクレミンナに戻る動きを見せていたけど、道路と並行して走る鉄道線路に近づいたところで、道路そばにある森林の中に入っていった後、車列がウクライナのミサイルの集中攻撃を浴びて相次いで爆発炎上したみたい。動画を見る限りでは、この火災によって大きな爆発が起こり、車両に積まれたものが弾薬であることが想像され、それらが誘爆しているように見え、動画の最後の方には焼け焦げた車列の残骸も撮影されているんだ。このように東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州の奪還を目指して、姿勢に転じたロシア軍をウクライナ軍が少しずつ東に押し込んでいる戦況の東部戦線にも、間もなく厳しい冬が到来するね。もうあっという間に侵略から一年が経とうとしているもんね。満足な装備もないみたいだし、ロシア側は寒さにも襲われることになるけど。10月も下旬に入ると、ウクライナからロシア西部にかけての地域は秋雨の時期を迎え、この秋雨によって穀物を育てる肥沃な大地はたちまち泥の海に変貌を遂げるんだ。泥の海はロシア語でラスプーチサと呼ばれているんだけど、正確には春の雪解けで生じたぬかるみのことを指して呼ぶ言葉となっているよ。とはいえ、秋の長雨によって生じた大規模なぬかるみもまた、こう呼ばれることが多く、戦車など軍用車両が足を取られて動けなくなるんだよね。そして、ぬかるんだ大地はそのまま乾くことなく、冬の訪れとともにどんどん下がる気温によって凍結の大地となり、上に雪が降り積もる状態となってますます進軍を妨げ、やがて春が到来することで雪と氷も溶けると再びそこにはぬかるんだ大地ラスプーチサが現れるってわけだ。国内にこのような自然環境を抱えるロシアもウクライナの戦車は、旧ソ連時代において第二次世界大戦勃発の直前に開発された T-34 戦車以降、履帯を幅広にして接地面の長さも長く取り接地圧を減少させ、重いぬかるみや深い積雪でも行動できるようになっていて、2022年現在でロシア軍が運用している T-62、T-72、T-90 なども全てそのように設計されていて、同じくかつてはソ連の一員だったウクライナ軍の戦車も同様の仕様になっているよ。しかし、ロシア軍がウクライナに侵略をはじめ2022年春のラスプーチサにおいては、ロシア軍、ウクライナ両軍ともぬかるみに苦労させられていたんだけど、侵略した方のロシア軍は車両が立ち往生するなどしているうちに、ウクライナ軍が運用するドローンや歩兵携帯用対戦車ミサイルジェベリンなどによって撃破され、電撃占領を目論んでいたキーウ攻略を諦め、撤退することになり、地の利を生かしたウクライナ軍が勝利を収めることになったってわけ。ロシアという国は過去の歴史において、他国の侵略を受けて国家存亡の危機に立たされた際、冬将軍を味方につけて撃退した経験があるな。フランス皇帝としてヨーロッパ最強とも言われたナポレオン、第二次世界大戦におけるナチスドイツ軍のヒトラー、
共にモスクワまで攻め込まれながらも、厳しい冬によって補給線が伸びきった敵軍が力ついたところに反転攻勢を仕掛けて退却させているぜ。このことから、多くの軍事ジャーナリストや評論家たちが冬のロシアは強いとして、再びロシア軍が侵略を進める可能性を指摘しているんだけど、過去においてロシアが外敵を排除したことと比べると、今回はいくつかの理由によって事情が異なるよね。一つには今回はロシアが侵略者であり、他国の地で戦っていること。ロシア軍は国を離れてウクライナ国内に遠征しており、軍需物資の補給は本国から行わなければならず、ウクライナ軍はその補給路や軍需物資の集積地点を後方から攻撃することが可能なハイマースなどの兵器を運用しているからな。ウクライナ領内にいる限り補給路を断たれ続ける恐れがあることは、動きが取れなくなる冬には致命的と考えられるよね。ああ、だが、ロシア軍はそのことを解決する術を持っていない。もう一つは、過去にロシア軍が撃退したのはこの地域の厳しい冬に不慣れなフランス軍やドイツ軍であったことだな。兵士たちの防寒装備はロシア軍の方が優れていたとされ、寒さで凍りついて動きが鈍い敵軍に対して優位な戦いを繰り広げることができたってわけだ。しかし、今回の戦いの相手は過去に味方として戦ったウクライナ軍であって寒さに強く、厳しい冬に戦うことができる点はロシア軍と同様だもんね。しかも、ウクライナ軍は西側諸国の支援に支えられていて、兵器などの軍事支援のみならず、冬を越えるための支援も当然あるよ。ウクライナ軍が突進するにつれてその補給線が伸び、そのことが不利に作用すると指摘する声があるけど、ロシア軍は本国との距離が短くなるとはいえ、ウクライナが運用する GPS 誘導ロケット弾によって、長射程の目標をピーポイントで攻撃することができる高機動ロケット砲システムハイマースや、多連装ロケット砲システムマース M270 などによって、補給路を遮断される恐れが強いロシア軍の方が不利と見る専門家は多いんだ。また、ロシア軍の兵力不足を補うためにプーチン大統領は部分的動員令を発令して、予備役を招集したんだけど、その士気は低く、また、与えられた銃などの兵器は旧式のもので、防寒着などは支給されず兵士たちは自前で購入して入隊したというよ。しかも満足な訓練などほとんどないまま、最前線に配置されているとの情報があり、装備品に関しては西側諸国から多くの支援が寄せられて十分な援助があり、かつ祖国防衛の意識が高く士気も高いウクライナ軍兵士と比べた場合に、どちらが強いかは歴然であるとする見方が広がっているんだ。それと同時に、ロシアがこの窮状を挽回するには大量殺戮兵器を使用するしかないとの見方も広がっていて、突然のように、放射性物質を撒き散らす汚い爆弾の話題をウクライナ軍が使う可能性があると喧伝し始めたロシアが、ウクライナの攻撃に見せかけて使用する可能性が高まっているとして、ウクライナや西側諸国が警戒をしているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。